清井坂の変。清井坂の変は、1878年、明治11年5月14日に、内務卿、大久保利通が、東京府麹町区麹町清井町清水谷、現在の東京都千代田区清井町清水谷で、不平士族6名に暗殺された事件である。暗殺現場は、清井坂ではない。清井町事件、清井坂事件、大久保利通暗殺事件とも言う。実行犯は、石川県士族、島田一郎、長連豪、杉本大月区、脇田匠一、杉村文一及び、島根県士族の浅井樹徳の6名からなる。脇田は、暗殺にあたり罪が家に及ぶのを恐れて、士族を辞めて平民に行った。その中でも特に中心的存在であるのが、島田一郎である。島田は、加賀藩の足軽として第一次長州征伐、戊辰戦争に参加しており、明治維新後も、軍人としての経歴を歩んでいたが、政官論に共鳴しており、明治6年政変で、西郷隆盛が下野したことに憤激して、以後、国事に奔走することになる。杉村寛昌、杉村文一の2位らも、政官論にあたり従軍願いを出している。さらに台湾出兵にあたっては、杉村、長らは再び従軍願いを出しており、台湾出兵中止の噂に対する反対の、建白書や、賀の乱の処理を批判する、建白書には杉村、寛、島田、呉に、斬奸状を起訴する、陸義直、陸九公が名を連ねている。しかし、これらの建白書は期待した効果を生まず、島田らは実力行使路線を取ることになる。1874年、明治7年に島田と長は東京で会い、意気投合している。長は1874年、明治7年6月に台湾出兵について、西郷、桐野俊明の見解を聞きに、杉村、寛、陸と鹿児島入りしている。半年ほど鹿児島に滞在し、学校に留学している。1876年、明治9年にも、鹿児島入りして、桐野らと旧交を温めている。長が、帰県した10月には、上風連の乱、秋月の乱、萩の乱と、士族反乱が、相次ぎ、島田も、金沢で、挙兵計画に奔走するが失敗。さらに翌1877年、明治10年の西南戦争では、島田と長が協力して、挙兵計画に奔走したが、周囲の説得に苦慮している間に、4月に政府軍が熊本城に入城したとの情報を得て、勝敗は決したと計画を中止した。この後、島田らは、交換暗殺に方針を変更する。杉本、脇田、杉村らも、この時期に、島田の計画に加わっている。脇田は10月、長は11月、杉村は12月、島田、杉本は、翌年4月に上京している。唯一の島根県人である浅井は、西南戦争当時警視庁の巡査であり、警視隊に属して従軍し、1877年、明治10年8月に、東京に凱旋していたが、禁令を犯して1878年、明治11年2月に免職となり、3月に島田らの暗殺計画を知って、計画に加わった。彼らの暗殺計画は、複数のルートを経て、当時の警察のトップである、大警視、川地敏義の耳にも入っていたが、川地は、石川県人に何ができるかと相手にしなかった。また高島友之助が、同様のことを話しているが、その証拠として、事件直後に、川地は現場に飛んできて、手帳を出して、人名を指さし、この6人の仕業に違いない、と手帳を叩いて、涙をこぼしていたと証言している。なお、川地は、大久保の葬儀の翌日、大久保参議事変に不審た疑いを出し、却下されている。島田らが、大久保暗殺時に持参していた、斬奸状は、4月下旬に島田から依頼されて陸が起草したものである。そこでは、有志宣誓の罪として以下の5罪を挙げている。5月14日、早朝、大久保は福島県令山吉聖天の帰県の挨拶を受けている。その話は2時間近くに及び、山吉が自挙しようとした時に、大久保は30年計画について述べている。これは明治元年から30年までを10年ごとに3期に分け、最初の10年を創業の時期として、戊辰戦争や氏族反乱などの平時に費やした時期、次の10年を内事整理、殖産興業の時期、最後の10年を後継者による主政の時期として、自らは第2期まで力を注ぎたいと抱負を述べるものであった。午前8時頃、大久保は、麹島地区3年町浦霞ヶ関の自邸を出発した。明治天皇に謁見するため、二棟建ての馬車で赤坂仮皇居へ向かった。同行していたのは、御舎の中村太郎と従者の吉松であった。ところが、午前8時30分頃に、紀尾井町清水谷、紀尾井坂付近、現在の参議院清水谷議員宿舎前において、暗殺犯6名が大久保乗る馬車を襲撃した。まず吉松が襲われるが、なんとか逃亡し、近くの北白川宮邸に助けを求めた。日本刀で馬の足を切った後、馬車から飛び降りて立ち向かった丸腰の中村太郎を刺殺し、馬車の中で書類に目を通していた大久保は異変に気づき馬車から出ようとしたが、島田らは両方の扉を塞ぎ、大久保を馬車から引きずり下ろした。大久保は、島田らに対して無礼者と一喝したが、護身のための武装をしていなかったことが仇敵となり、なす術もなく殺害された。享年49、数え年、満47歳没。解釈として、首に突き刺された刀は地面にまで達していた。蔵右大臣正2位、大久保利通早々略記、乾によると、大久保は全身に16箇所の傷を受けており、そのうちの半数にあたる8箇所は頭部に対するものであった。事件直後に駆けつけて、大久保の遺体を見た、前島密が、肉飛び骨砕け、また頭蓋裂けて、脳の名を微動するを見ると表現している。島田らは刀を捨て、大久保に一礼をして撤収し、同日、大久保の罪後時と他の政府高官、木戸孝允、岩倉智美、大隈重信、伊藤博文、黒田清隆、川地俊義の罪を挙げた、斬官状を手に辞した。5月15日に、大久保に正二位右大臣が追贈され、大久保及び御舎の中村の慰霊式が行われ、17日に両者の葬儀が行われた。大久保の葬儀は、大久保邸に会する者1200名近く、費用は4500円余りという、近代日本史上最初の国葬級葬儀となった。警察の捜査は厳重を極め、斬官状を起草した陸や、島田に頼まれ斬官状を各新聞社に投稿したもの、しかし各紙に黙殺されて掲載されなかった。朝野新聞は、要旨を短く紹介したが即日発行停止を命じられた事件を聞いて、開催を叫んだ手紙を国元に送っただけの石川県人など30名が逮捕された。政府は暗殺犯を刑法上規定がない国事犯として処理し、大審院に臨時裁判所を開設して裁判を行った。臨時裁判所は、形式上は大審院の中に存在するが、実際は大上官の決裁により開設し、大上官から司法省に委任された権限に基づいて判決を下す事実上の行政裁判所であった。司法卿によって任命された玉野整理判事らは、同年7月5日に判決案を作成し司法省に伺いを立て、司法省では、これを受けて7月17日に大上官に伺い書きを提出した。大上官は7月25日に決裁し、7月27日に6名は判決を言い渡され、即日、残罪となった。斬官状を起草した陸は、終身禁錮刑に処せられたが、1889年、明治22年に大日本帝国憲法8部によ、特赦を受けて釈放された。1888年、明治21年5月、西村捨蔵、金井幸康、奈良原茂らによって、蔵右大臣を大久保公哀悼碑が建てられた。この事件を機に、政府高官の異動の際は、数人の近衛兵らによる護衛がつくようになった。大久保は家族にも秘密で、生前の西郷から送られた手紙を入れた袋を持ち歩き、暗殺された時にも、西郷からの手紙を2通懐に入れていた。なお、事件後は、大山巌が血染めになった、それを所持したとされている。大久保が暗殺時に乗っていた馬車は、後に、供養のため遺族が、岡山県倉敷市の五龍尊陀寺院に奉納し、現存している。残棺上には大久保が公金を、私財の肥やしにしたと指摘の言葉があったが、実際は金銭に対しては、潔白な政治家で、必要な公共事業を私財で行うなどしていた。そのため、死後は8,000円もの借金が残ったという。しかし、このまま維新の三傑である大久保の遺族が、路頭に迷うのは忍びないという配慮から、政府は協議の上、大久保が生前に、鹿児島県庁に、学校費として寄付した8,000円を回収し、さらに8,000円の募金を集めて、この16,000円で遺族を養うことにした。大久保は、西南戦争で故郷の薩摩、鹿児島と西郷を敵に回したことで、前述の通り地元からは、冷ややかな目で見られ、地元への納骨が避けられていた時期がある。そのため、大久保は、東京都港区の青山霊園に埋葬されている。また、暗殺者に追われた大久保は、子供のように泣き叫んで逃げ回ったという噂が立ち、勤厳な大久保のイメージを貶めるものとして、地元では多くの者が信じた。これには長州派による印象操作があったとする指摘もある。前島密も、事件の数日前に、大久保から西郷と口論して、私は西郷に追われて、高い崖から落ちた。自分の脳が砕けて、ピクピク動いているのがありありと見えたという悪夢を聞いている。このことが事件直後の印象につながっている。また、伊藤博文は大久保から手紙が来た。今から私はすぐ山頂するから、貴君もすぐ来てくださいという文意である。何でも朝殺されるわずか数分前に書かれたものだ。中略赤坂の方から参内する。向こうは清井坂より行った。赤坂の内閣に出ると、狂変を知っているか。今大久保公が殺されたというとじゃ。実に意外なことで誠に残念1000万の次第であった。すなわちこの時、公が我が輩に送られた手紙は、大久保公の絶筆であると語っている。会津藩出身の軍人である、柴五郎は、当時まだ18歳であったが、大久保の非業の死を聞いて、西郷の非業の死と合わせて、領有非業の最後を遂げたるを当然の帰結でなりと断じて喜べりといている。また、内村勘蔵の記した内村勘蔵日記など著名人の日記にもこの事件の衝撃が語られている。暗殺計画に関与した松田秀彦、鳥取県出身の島根県士族は事件後に連座して服役し、出獄後は大日本武徳会の武道家として有名になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。